淵正信は日本のプロレースラー。福岡県北九州市戸畑区出身。全日本プロレス所属。愛称は淵。八幡大学付属高校時代はレスリングと陸上競技で鍛え上げる。八幡大学へ進学も中退し、日本プロレスへ入門を目指し上京するが、列車の中で読んだ九州スポーツで非プロの崩壊を知り、一旦九州に帰る。 その後1974年4月10日に、全日本プロレスに入門。入門した理由ついては、ジャイアントババに憧れていたから。新日本プロレスもすでに旗揚げされていたが、非プロ時代のファンであるフチは、ババさんと、猪木さんでは、スターとしては、格が全く違うじゃないですかと後に語っている。入門わずか12日で、徳島県三好市四国電力横広場での大似た、 線でデビュー当時は、大仁田や園田一時と共に、若手サンバガラスの一人として、頭角を表していった。1980年に、海外武者修行に出発、プエルトリコにて大仁田と交流し、1981年3月より、まさふのリングネームで、テネシー州メンフィスのクアに参戦。登場山本をマネージャーに迎え、大仁田とのコンビで、 ジェリーローラービル・ダンディーや、ロックンロール・エクスプレスと、アワ・ナンブタク王座を争い、同タイトルを通算3回獲得した。出身地は、長崎出身の大仁田に合わせ、広島出身とされていた。アメリカでの武者修行中に、全日本プロレスのレスラーには珍しく、カール・ゴッチより指導を受けている。1983年6月にはチャボ・ゲレローの持つ、 NWA インターナショナルジュニアヘビー級王座に挑戦を果たした後に外戦帰国し、日本で8月31日に再度挑戦するも、王座ダッシュならず。その後は、ジュニアに転校したマイティイノウエア、移籍してきたグラン・ハマダ、マジック・ドラゴン、2代目タイガー・マスクラのサポートに回ったり、怪我から復帰してきたオーニタと前座で戦っていたが、2代目タイガーのヘビー級転校を受けて、 再度ジュニアの表舞台に立ち、1987年に小林国明から世界ジュニアヘビー級王座を初奪取、以降5度同王座を獲得し、ジュニアヘビー級のトップレスラーとしての地位を確立する。その一方で、三沢光春率いる超世代軍とジャンボ鶴田率いる鶴田軍との構想では、鶴田軍についてメインイベントなどで戦うほか、 英元遥かや大熊元次らと共に、悪役紹介の一員として、ジャイアント馬場、ラッシャー・キムララのファミリー軍団と構想を繰り広げるなど、名バイプレイヤーとして、分裂前の全日本を支えた。2000年に起こった大量離脱騒動で、中堅レスラーとして活躍していたフチはトップを、張らざるを得なくなった。同年8月の新日本プロレス G1、クライマックス大会において、 口は、スーツ姿で、リングに上がり、30年の長い間、全日本プロレスと新日本プロレスとの間には、厚い壁がありました。今日、その壁をぶち破りに来ました。全日本プロレスは、選手二人しかいませんが、看板の大きさとプライドは新日本に負けてはいない。と歴史に残るマイクアピールを行い、新日本プロレス現場責任者の聴衆力からと語り、握手を交わした。 またこの時現れた、蝶野正弘が、ここは、てめえの上がるリングじゃねえんだおら、とっと,とと降りろ、と激怒してかぶっていった帽子を投げつけたが、縁は余裕ゃくの態度を崩さず、蝶野の帰り際には、蝶野、忘れ物だと帽子を放り返し、格負けしない振る舞いを見せつけた。最後には、我々は、逃げも隠れもしない。蝶野、来るなら来い。新日本プロレスのファンの皆様、 どうも大変お騒がせしましたと締めくくったことから、会場からは、異例の王、フッチーコールが沸き起こった。武藤慶司、小島悟志らが移籍し、徐々に所属選手も増え団体として、活気を徐々に取り戻してくると、再び中堅ベテランレスラーとしてがっちり脇を固め、リング外では、スポークスマンとして今日まで活躍している。2004年5月22日には、 天竜玄一郎とのコンビで第76代アジアタック王者を獲得。大のキティちゃん好きとしても知られ、全日本のスポンサーであるアスナロ社から作ってもらった世界に一着しかない、キティちゃんのガウンを着ての入場は、現在の全日全座名物の一つともなっている。結婚経験がなく、週刊ゴングや週刊プロレスの読者コーナーにたびたび不治独身ネタが投稿。 掲載されることがあるほか、木村からネタにされたことも多い。エーゲンが、フチが結婚しないのは、マザコンだからだよとネタにしている。フチが開発した低空ドロップキックは、多くのプロレスラー、特に、ジュニアヘビー級のファイトスタイルに極めて大きな影響を及ぼす。低空ドロップキックと無数の関節、ストレッチ技、ナックルパートや顔面キック。 アトミックドロップの耐勢からの急所攻撃など、テクニックトラフを兼ね備えた観客を強く刺激する、ファイトスタイルを確立してジュニアのみならず、三沢らヘビー級とも堂々渡り合い、囲碁淵は赤鬼の異名を取った。後日の世界ジュニア最多防衛記録元保持者で、あったがゆえに、高道の区が14度目の防衛の対戦相手として、決めていたのがフであったり、全保持者、 近藤修二が必要に淵との世界ジュニア戦を要求していたなど、全日本ジュニアでの影響力は依然衰えていないが、体力的な衰えは隠せず、菊太郎、あらやともに、お笑いスタイルの第一試合で興行を温める役に徹している。なお、菊太郎にはシングルで一度も負けていない。淵は和田恭平レフェリーと共に、 団体ハイノキの人物として全日本プロレスの看板を守り通す重鎮でもあったが、2009年より全日本プロレスの所属レスラーとしての契約をしていないことと、同社取締役を同年に辞任していたことが判明し、以降フリーランスの立場で全日本プロレスに参戦していた。契約的には問題がないため、他団体への出場も可能で、実際にオファーも来ていたが、 他団体の興行には出場せず、全日本プロレスの興行にのみ出場している。全日本プロレスが消滅したら、引退すると公言もしているほど、全日本愛は誰にも負けない。2013年7月14日、全日本プロレス取締役相談役の就任を発表。2014年管暦記念特別試合を1月に3月には40周年特別記念試合を行った。 12月14日、後楽園ホールで行われた全日本プロレス、和田強平レフェリー40周年歓歴記念大会、和田強平プロデュースでは、青木厚の持つ世界ジュニアヘビー級選手権に5年ぶりに挑戦し、20分以上戦ったが、青木の方が目めでギブアップ負けした。2016年11月27日、両国国技館大会にて同期の大仁田とタッグを組み、 くしくも園田の命日にアジアタック選手権試合に挑戦。王者組の変態自衛隊を破り、第100代王者に輝いた。62歳10ヶ月での体感は、アジアタック王者の最年長記録となった。ありがとうございます。